はい。えー、皆さん、こんにちは。イケメン優しい最高がモットーのサンシャインマムラです。本日、2021年11月3日水曜日文化の日はですね、まあ、鉄道とかの乗車実況ではなくてね、まあ、サンシャインマムラからのお知らせということでね、本日動画を、えー、ね、このようなスライド形式で作ってみたので、ぜひ最後までご覧ください。 えー、サンシャインマムラはですね、まあ、2021年10月27日付で、まあ、あの、先日の日曜日に行いました YouTube ライブでもね、お話したと思うんですけれどもね、このように、国内旅行業務取扱管理者の国家資格を取得しましたイェイなのでね、今回はこの国内旅行業務取扱管理者の資格はね、どのようなものかっていうのを解説していきたいと思います。 まあ、これ、取得時のね、画像もあるので見ていただきたいと思います。こちらです。いやーもう、サンシャインマムらしい。まあ、私なんですけどね、満面の笑みを浮かべております。いやーもう、この資格を取った時のね、達成感とかね、嬉しさというものがね、この顔にこみ上げています。でもね、個人的にはちょっと笑顔が作るのが苦手なので、ちょっとね、うん、正直、ブッサイクやなと思っております。 それでね、旅行業務取扱い管理者とはどのような資格なのかっていうのを説明していきます。旅行業務取扱い管理者とはですね、このように原則として営業所ごとに1名以上の旅行業務取扱い管理者を置かなければならないというのがですね、旅行業法で定められています。皆さんがね、よく街中で見かけるような JTB さんとか HIS さんの営業所には必ず一人ね、この旅行業務取扱い管理者の資格を持った人っていうものが必ずいます。それでね、この資格を持ってるとどのようなことができるのか、それをね、まとめてみました。もうたくさんあるんですね。まず、ご覧の,のご覧のような感じです。まず一つ目が料金に関する計画の作成。まあ、旅行商品をね、作った時に何万円とかをね、 料金を作成することができます。あ、それは2番ですね。まあ、2番がその料金をね、決めて、それをまあパンフレットとかに作って、まあ掲示することができます。それでね、この1番の計画の作成というのはね、僕、自分大好きなんですけれども、まあ、どのような旅行商品を発売しようかな、みたいなのを考えて、その旅行プランをね、作ることができます。 それで3番がですね、旅行約款の掲示及び備え置きということでね、まあ旅行会社にはそれぞれ、まあ、キャンセル料のね、支払いの方法とか仕組みとかのね、旅行約款っていうのを定めているんですね。それをね、紙にとか本にまとめて、それを掲示するかその、備え置かなければならないというのが、えー、義務付けられています。それで4番、取引条件の説明ということで、まあ旅行商品取引したら、まあ、 取引証みたいなのをね。まあ、渡す、まあ、取引証というか、何を、あの、まあ、このような条件で、まあ、販売しますよ、みたいなのを、まあ、説明する、まあ、ことができます。これで、5番、書面の交付ですね。この書面の交付っていうのは、旅行商品を購入した内容とかですね、ここのホテルに泊まったり、この列車、飛行機に乗るっていうのを書いた書面をね、交付することができます。 それで、6番、旅行商品の広告の作成。これはですね、皆さん、電車の車内とかでよく旅行商品の広告見ると思うんですけどね、まさにそのようなものを自分はね、作ることができます。もうまだまだありますよ。それでね、他にはですね、このように、企画旅行とか、まあツアーのね、円滑な実施のための措置、予定管理、まあ、添乗員みたいなことを、まあ、研修受けたりとかしたらできるということですね。 これで8番、旅行に関する苦情の処理。まあ、これはですね、旅行サービスを受けてる人はですね、あこのようなサービスに不満があるみたいな、とか間違ってるみたいなことを苦情を受けたらね、そのね、処理をするという責任もあります。これ最後、まあ、お客様と旅行会社との間で締結した内容の明確な記録、 とか、書類をね、保管すること、責任というのも、まあ、旅行業務取扱い管理者としてできることということで定められています。しかしね、旅行業務取扱い、取扱い管理者にはですね、2種類ありまして、まず、私が先日取得した国内旅行業務取扱い管理者は、まあ、日本全国の国内旅行業務及び旅行サービスの手配業を取り扱うことができます。もう一つはですね、 総合旅行業務取扱い管理者というものがあります。こちらはですね、全国の旅行ん商品に加えてですね、海外旅行も取り扱うことができるようなものとなっています。まあ先ほど言ったね、JTB さんとか HIS さんのまあ営業所の所長みたいな人はね、主にこの総合旅行業務取扱い管理者の資格を持っていることが多いです。 まあ、なぜ私がこの国内旅行業務取扱い管理者の資格を取得したかと言いますと、まあ、こんな感じ3つね、とりあえず開けてみました。まあ、私ね、YouTuber やっていく上で、まあ、この資格が必要だと、まあ、なんとなく感じました。まあね、この資格を取ってると、まあ、鉄道説明したりとかするときにね、まあ、信頼度というのが上がるのかなと思って、この資格を取りました。それで2つ目がですね、 旅行クリエイターである証明をね、するためです。まあ私、中学生の時からツイッターとかで、ね、旅行クリエイター、旅行クリエイターと名乗ってるわけですけれども、旅行クリエイターなのに、何の資格もない人間が名乗ってたら、ちょっとね、自分から見たらおかしいなぁ思って、その、この資格を取ることを決めました。それで3番、大学の庁舎書のね、資格欄に書くためです。まあね、私今、高校2年生で、あと、 一年とかしたらね、大学入試受けるわけなんですけれども、まあ、大学の調査書というのをね、まあ、皆さんも高校、はい、卒業する前にね、多分大学に出すと思うんですけれどもね、まあそこにはね、まあ、ほとんどの人が英検とか漢検とかの資格をね、書くと思うんですけれどもね、ここにね、国家資格あったら、ちょっとかっこいいかなと思って、まあ取ってみました。というのが、まあ私の取得した理由というもので、開けてみました。 実はね、私、これ、今年受けるのが2回目で、2020年にも1回受験しておりますが、落ちました。しかしね、その時は、国内実務だけ合格しました。国内実務っていうのは、まあ、国内の観光分地を答えたりとか、JR の電車料金の計算とか、まあ、宿泊費用の計算とかをするような感じで、まあ、実技みたいなやつですね。 しかしその後ね、まあ、4月頃から旅行業法とね、約款を猛勉強してね、これで2021年にね、旅行業法と約款を受験し、見事、私は合格しました。というような流れになっています。まあ、皆さん気になるじゃないですか、これ。年齢別の合格者はどんな感じなのか。ちょっとね、あの、全国旅行業界さんの、まあ、 今年度の統計というものをちょっとね、取ってきたので、あ、あの、右下のやつ、ちょ、っと気にしないでください。えー、ちょっと、ね、紹介しちゃおうと思います。まあ、こんな感じですね。まあ、一番上が、まあ、19歳以下。私、まあ、17歳なので、まあ、こんな感じで。まあ、今年は19歳以下の人は、まあ、3020に受けて、だいたい24%の割合の人が、まあ、全体で見てね、受験したということになります。 まあ大体ね、この20歳から24歳以下の人も大体同じぐらいの人数がね、受けています。その中で、まあ合計で989人合格しました。この中にね、私が含まれていると思うとなんかちょっと嬉しい気分になります。これで、全体の合格率の割合というのが22%です。対してね、20歳から24歳の人はですね、 1037人合格して、合格率が大体23%となっています。まあ大体ね、若い人がね、受けるような感じですね。じゃあ、私と同年代の学生の場合の合格率はどんな感じなのか、それもね、見ていきたいと思います。まあこんな感じですね。まあ上から旅行業、運送業、宿泊業、観光業、会社員、学生、部職、その他となっていますが、まあね、主に、 これはですね、大体よ、半数ぐらいがですね、学生が受けるということになってまして、今年は5,580人の学生が受験しました。ま、あ、この学生には、まあ、大学生とかも含まれると思います。それでね、合格者数が、えー、100、ね 1865人合格したそうです。まあ全体のね41%合格者人数の41%人は学生ということになっております。それで取得してみた感想なんですけれども、まあこのようにとりあえず上げてみました。もう一つ目、もうとにかく嬉しかったですね。もう自己採点した時にこれ合格したっていうのを知って、え、マジかみたいな感じで驚いて、 もうちょっとね、しばらくはもうテンション上がりっぱなしでしたね。それで二つ目。まあ調べてみたんですけれども、まあ高校生以下の取得実績っていうのが少ないので、まあ自分がね、これだけすごいことをできるんだなという大きな自信を持つことができました。まあ調べてたら、一番最年少の取得実績が中学2年生だそうです。まあ受験当時の話ですね。それで三つ目。 人生で初めての国家資格が運転免許証でないことも、まあ、個人的には嬉しいです。まあ、サンシャインマムラはどのようにね、この国内旅行業務取扱い管理者を勉強したかっていうのもちょっと説明したいと思います。まあ、ご覧にまとめてみました。まあ、自分はですね、通信講座を利用せず、独学で勉強しました。まあ、通信講座、例えばユーキャンとかはですね、まあ、大体6万円ぐらいかかりますので、 もうそんなもん私学生からしたら高すぎますので、もう独学で勉強しました。それで二つ目。これ大事ですね。もうテキストと問題集必ず購入してください。私ね、2020年受けた時はもうテキストだけ読んでたので、まあテキストと問題集を併用することでね、かなり問題、知識を得られるのかなと思います。それで三つ目ですね。自分が大事だと思う場所に必ずマーカーを引いてください。 マーカーを引いたところが、もう、やっぱ大切なんだなと自分で思えたら、やっぱり問題解けるかなと思います。これで四つ目、苦手な分野は多めにね、問題演習を行ってください。これをやることで、まあ、点数上がったり、苦手な分野を多く解けたりするかなと思います。もちろんね、苦手じゃない分野も必ず問題演習やることをお勧めします。これで五つ目、これ大事です。 もう最後まで絶対に諦めないでください。もうこれ諦めたらね、もう終わりですからね。諦めずにやることがね、これ成功への近道だと個人的には思います。これで今後のね、この資格を利用した事業展開についてご説明したいと思います。まあまずこんな感じですね。まあまず時間があれば JR の切符のルールなどの解説動画を作成したいと思います。まあ、 解説動画を作ってる人はね、たくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、このように資格を持った人がやったら、まあ、個人的にも信頼は強いのかなと思います。私もね、正確な動画を作るのであれば作りたいと思うので、ぜひ期待しておいてください。それで二つ目がですね、旅行会社さんと共同でね、何か旅行商品を発売したいなと思います。まあ、ちょっとね、高校生なんで難しい点はあるんですけれどもね、皆さんの応援があればできるかもしれません。それで三つ目がですね、 鉄道会社等と交渉して貸切列車の運転何かやってみたいですね。まあ、2021年7月にね、山陽寺鉄道みたいなね、もう鉄道会社を貸し切った大きなイベントが皆さんあってね、ご存知の方も多いと思うんですけれどもね。まあ、そのような感じで高校生もね、やろうもんならできるのではないかなと思うので、ぜひね、皆さん応援していただきたいなと思います。まあ、これらをね、実現するためには何をすればいいか、 まあ自分とかですね、この視聴者さんにし、ね、てほしいことをちょっとね、説明したいと思います。まあこんな感じですね。まあまず参加者を集めなければなりません。まあそれをね、集めるにはこのチャンネルとかですね、サンシャイン今村の存在を拡散していただくことがね、まあ大切ですね。もう。それで、ね、この視聴者さんのチャンネル登録、そして SNS のフォローとかね、企画実行への近道となると思いますので、ぜひその点はご協力いただけたら嬉しいです。 これね、今後のサンシャインマムラの目標なんですけれども、こんな感じ、まとめました。とにかく遅くてもね、19歳までに総合旅行業務取扱い管理者をね、国家資格をもう取得します。もうこれはね、この動画で宣言したいと思いますので、頑張りますので、応援よろしくお願いします。これね、高校卒業までにね、まあ鉄道を貸し切ったりとかするツアーをね、一つはね、実施したいなと思います。まあこれはですね、まあ旅行会社とか、 三とかどう、交渉次第で、まあ決まるかなと思います。これで三つ目はですね、大学卒業までに全国通訳案内士の資格を取得したいと思っております。まあ全国通訳案内士っていう資格はですね、まあ先ほど言った、まあ予定管理する添乗員さんがね、持ってる、の主任の人がね、持ってる資格で、まあ英語とかですね、日本史とかの試験があるんですけれども、まあ外,外国の人にね、こう外、 英語とかを使ってガイドをするときに必要な資格になってまして、こちらもね、国家資格となっています。これ、最後にですね、皆様にお伝えしたいことがあります。これはですね、まあ、まず、この動画の高評価お願いします。ちょっとね、変な表示とか入ってしまって申し訳ないんですけれどもね、ぜひ、この動画の高評価お願いします。そして、サンシャインマムラのチャンネル登録と SNS のフォローをね、ぜひお願いいたします。それでね、3つ目。 どんな国内ツアーとか貸切列車を運転してほしいかをね、コメント欄等で教えてほしいなと思います。まあ、すべてね、実施できるとは限らないんですけれどもね、その意見等も参考しながら、まあ、旅行会社さん、えー、鉄道会社さんと交渉していきたいと思います。これでね、このツアー等の実施にはね、参加者が必要です。もう、JR とかだったら、もう車両定員の9割とかの参加者を集めなければいけませんので、ぜひ、 このほどチャンネルを拡散したりね、まあ、私のことをね、知ってくれてる人が増えると、まあ、参加者も集めやすいかなと思うので、ぜひね、この私の存在をどんどん広めてね、ツアー実施の実現にも一歩でも近づけたらいいなと思っております。私もね、頑張りますので、皆さんの応援ぜひよろしくお願いいたします。えー、この動画はね、良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、コメント、 と、サンシャインマムラの公式 SNS とのフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ご清聴ありがとうございました。